ざけない、真面目にやる、お尻は使わない。大会前の公約は2戦を終えた時点であっという間に破られてしまいました。それもそこ、おお、やめこの野郎、顔色アンダースロー行った。これは久し山田ですね。久し山田の方、はい、イーグルもアンダースロー、スタンドはスリーに2オン、サンダースロー、ブランチャー命中、はい、成功法、成功法ですね、素晴らしいですね。そしてブレンバスターに来ました。ということは、3発目、いや、行かせないか、逆に投げるか、ここは田口が譲りません。あ、ここも潰した、カウント3つ、田口の執念が勝りました。あ、何なんだ、今度はキングでしょ、OK？ え？あ、どっちなんですか。さあ、先ほどのゴムの結果によって変わってきました。これは足の方が痛いんですか。足のこの太ももがすごいので、田口選手のあの硬いお尻を持ってしてもお尻の方が痛いんじゃないかと。ロープの反動を使ってヒップアタック、おー、スライディングして場外からのヒップアタック、すぐ来るか、フロントダイブヒップアタック、乗ったっすね、今刻んでますね、ヒロム選手がルーチャルーチャ、あれちょっと引っ張られてますか、なりますかね、この戦いは。間合いの取り合いだ、プレッシャーの掛け合い。一回そのメキシコ経験はありますよ。何かこれ緊張感ありますね。民族的な競技のようなね、なんかそんな感じがします。ああ、まさか痛めました。今ので痛めましたね。着地失敗しましたね。左の膝。と高橋ロンドーズが対角線。倒立を見せます。アラオの倒立。一人エジプトからやってまいりました。ちょっと不気味で近づきにくいでしょうね。怖い怖い、これ何か罠のような感じはしますよね、はい、ちょっと動かしてますね、警戒してますね、選手、おお、おい、危ねえ、何か声を発してますか、ファラオが、何があんだこの後は、何もねえのか、口で何してるんでしょうか、何をしてるんでしょうかね、おお、ここが、これ、この2人も IWGP ジュニアのグッズ買いましたね。そうですよね、反応強いとかもありました。あっと、これどっちが前に来てるか分かんないですよ、どっち、時空が歪んでいます。あ、走らせた、ヒップアタック命中、命中、ちょっと本人も驚いています。ここからどうするか、あー、これパラオ式こけしのようなね形になりましたけども、あ、マスク、これは反則になってしまうんじゃないか、どうですか、取られてしまった、反則はどうだ、取らないか、素顔が、あ、素顔が、隠してる、隠してる、隠してますね、逆にファラオになった内藤哲也、これまた、これだから普段見れない姿を見れるわけですけどね、さらにテイク、これをかわした、ヒップアタックもかわすよ、おお、さあ、そして2人揃ってエアギターだ、おっと、これはエアギターで一つ頑張れた、なんといけない、これは恥ずかしい、田口、田口があります、あ、そしてこれは田口龍介ならではですよね、そうですね、今回はレレボス、インクレイブル、レレボスが勝ち取った状態という意味で、インクレイブルはもう信じられないという意味で、お、お、おー、スラード選手、お、踊ってますか、あ、みんな踊ってます、コマルさんも踊ってます、あ、これ、カズキが持ってきたキーボードを、いつも内藤選手の曲で、はい、カズキ監督がこう、ね、吹くんですよね、キーボードを吹かせないように入ってたんですかね、そうかもしれません、今、内藤選手が写真してくれますけど、
田口監督のマスクなんですね、はい、このシリーズ田口乗ってから内藤の手元に移りました。あ、パベルタリオ選手してるんだ、すごい。お、お乗ってる人がいますよ。はいはいはい、ここにもいます。いや、ね、いやスボードもいます。乗ってない人がリング上に一人います。気持ちはエジプトに行ってますかね。うん、もう体力を使いますよ。レーシングを考えた。さあ、今度は誰だ。はい、できます。アウト3つ。内藤選手が勧誘されて、まさに運命でっていうのが変わりましたよね。そうなんですよね。現在の内藤テルリアを巻き上げるきっかけはメキシコにあります。おっ、川口が1人で勝つのを相手にする。リオで飛び出した。いった。それでは最後にマルテインデックアリーナ大阪にお集まりの皆さん、大好きです。もう締め慣れてます。はい、はい、番組としては綺麗な締め方ですね。はい、大会をもう締め慣れてます。それだけメインイベントで勝ってるんでしょうか。お手伝いです。スタミナお化けだ、やっぱこの人。え、踊るんですか。笑顔ですよ。余裕あるよ、四十でこれだもん、うん、あるんじゃないの、本当に今言ったこと。いや本当にね、プロレス絶倫ですね。そうですね、うまいこと言いますね。